はい、のめさん、こんにちは、ゆずいこです。それでは今回なんですけども、マイナンバーカードを持っていて便利な6つのことということで、今回はマイナンバーカードについてですね、この動画ではマイナンバーカードでどんな便利な機能があるかをですね、簡単にまとめさせていただきました。まあ、ぜひですね、今後マイナンバーカードを利用される上で参考にしていただければと思いますので、最後まで見ていただければと思います。それでは、行ってみましょう。ということでね、本日お伝えするこちらがそのマイナンバーカードなんですけども、皆さん作ってますでしょうか？で、このマイナンバーカード自体はね、基本的には年齢制限なく、住民票があればですね、もう誰でも作成可能ということになってます。でですね、おそらくまだこのマイナンバーカード持っていなくて、この画面の左上に出てるようなこの通知カードですね、紙タイプのマイナンバーカードを持ってる方も、ちらほらといらっしゃるかなと思いますんで、このカードタイプのマイナンバーカードを持つとこんな便利なことがありますよということで、ぜひ参考にしていただければと思います。で、今回ですね、僕がまとめさせていただいたのはこの6つに簡単にまとめさせていただきました。で、上から順に行こうと思うんですが、まず一つ目は本人確認書類ということですね。まあ、結構ね、本人確認書類はいろんな場面でいろんな本人確認書類を出すパターンが多いんですけども、まあ、ここ最近はね、マイナンバーカードも一つの本人確認書類として、まあ、ある程度ね、対応してもらえるところは結構多くなってる印象ではあります。で、例えばですね、一つ目は携帯電話を契約するときですね。まあ、携帯電話契約するときに運転免許証とか持ってる方とか、まあ、それで本人確認するパターンが結構多いと思うんですけども、運転免許証とか持ってないけどマイナンバーカードはあるよっていう時は、そういったものでも対応してもらうことがあったりとか、あとは僕がね、このチャンネルでよく取り上げてるこのスマホ決済、QR コード決済ですね。その時に本人確認をする時にマイナンバーカードを提示することで、この本人確認が通ることもあったりもします。まあ、ざっと挙げると、PayPay、D 払い、LINEPay、MelPay、こういったものが本人確認を求められることがあったりするので、ぜひですね、そういった場合に、マイナンバーカードを使えば可能ということになってます。まあ、ですけどもね、ちょっと前に動画でアップさせていただいた D 払いの本人確認がね、激ムズだったんですけども、僕は運転免許証でちょっとうまくいかず、マイナンバーカードで申請をしたら、なんとか通りました。まあ、ちょっとね、苦い経験もあるんですけども、そういった場合でも使えますよと。で、あと、ま、ここ最近ね、ほんと投資ブームでもちょっとあったりはするので、証券口座を開設するときとか、あと仮想通貨もちょっと流行ってるので、そういった場合でも、マイナンバーカードを求められることがあります。まあ、こちらはですね、楽天証券から引っ張ってきたんですけども、例えば、よく聞くようなあの、積立 NISA とか、NISA 口座開設するときとか、そういったものも申請するときに、このマイナンバーカードの提出が必要ということになってます。なので、まあ、マイナンバーカードは基本的には本人確認をするときに、使える便利なカードですよと。で、次二つ目は、コンビニで各種証明書発行が可能ということで、これどういったことかというと、大体ね、コンビニに行くと、まあ、コピー機が大体あると思うんですけども、そういったところでマイナンバーカードを使えば、いくつかの証明書を発行することができます。まあ、どういったものが発行できるのかっていうところを見ていただきたいんですが、これですね、コンビニエンスストア等における証明書発行の自動交付、コンビニ交付っていうようなサイトがあるんですが、まあ、例えばですね、僕が住んでる福岡県の福岡市ではどんなものが発行できるのかっていうのを調べることができますんで、これで実際に検索をかけます。そしたらですね、ご覧のようなものが福岡県福岡市では発行できますよということで、こちらですね、住民票の写しであったりとか、印鑑登録証明書とか、まあ、そういったものが発行できますよということですね。まあ、大体ね、こういったものを発行するときに、まあ、区役所とかに行って、まあ、発行するっていうことがほとんどだったと思うんですけども、そういったものを省いて、もうマイナンバーカード発行していれば、住民票の写しとかをもうサクッと発行ができるので、まあ、かなりね、時間と手間が省けるので便利がいいかなと思います。まあ、多分、使う場面っていうと、おそらくま、引っ越しのタイミングとか、まあ、そういった時に使うかなと思うんで、わざわざね、時間をかけてまで発行するっていうことがなくなるっていうのはかなり便利がいいかなと思います。ちなみにですね、発行できる場所なんですけども、まあ、基本的には、ま、セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、そういったところでも発行ができますよということですね。まあ、ぜひですね、今、引っ越しのシーズンかなとは思うので、そういった場面で証明書発行する場合はこの方法を使ってみてください。ってことで次3つ目ですね、オンラインで確定申告ということで、確定申告のまあ提出方法として、例えば窓口で提出をしたりであったりとか、郵送して提出をしたりとか、あとはパソコンを使って e-tax で提出するっていう、まあ大体このパターンに分かれるかなと思います。で、僕はこれまでですね、確定申告自体は、大体こう窓口で提出をするか、もしくは郵送でやってたんですけども、今回初めてですね、e-tax で行いました。まあその際にですね、まあこちらですね、楽天市場とか Amazon でよく売ってるこのリーダーですね。
このリーダーにカードをかざして、あとはねパソコンでサクサクっと入力して提出をするだけっていうことだったんで、めちゃくちゃ簡単でしたね。であと僕やったことはないんですけども、今っておそらくスマートフォンでもできるとは聞いたんですけども、それもそれでかなり便利が良くなってますよね。なので、まあ、会場とかに行くと、まあ、今のね、このご時世なので、人混みを避けたいっていう時はあると思うので、まあ、そういった場合は、今の e-tax での提出方法っていうのは結構便利がいいなっていうふうには、すごい実感しました。ってことで4つ目、次はマイナポイント 25%、5000円分付与ということで、まあね、この動画を見てくださってる方はもうほとんど申請されてる方多いと思うんですけども、このマイナポイントをですね、始めるためには、まずこのマイナンバーカードを使って予約、もしくはそして申し込みをする必要っていうのがあります。で、それを行った上で、指定されたキャッシュレス決済を選択して、まあ、スマートフォンの決済であったりとか、あとクレジットカード、一部のプリペイドカードとか、電子マネーとか、まあ、そういったものが対象とはなるんですけども、ちなみにペイペイ、メルペイ、au ペイとかですね。まあ、それを踏まえた上で、上限2万円までチャージをするか、もしくは決済、いわゆるその利用をするかによって、25% 分が付与されるというサービスとなっております。まあ、これはね、もうぜひマイナンバーカードを持ってる、プラスペイペイとかを使ってるのであれば、もうぜひ参加をした方がいいかなと思います。まあ、手続きとかめちゃくちゃ簡単にできるんで、まだの方はぜひトライしてみてください。でですね、ぜひ参加される方は今のうちに参加することをお勧めするんですけども、一応ですね、公式ページには、マイナポイントは期間延長2021年9月末までということで、一応期間自体はかなり伸びたっちゃ伸びたんですよ。ですけども、2021年3月末までにマイナンバーカードを申請した方が対象ですということで、まあ、これどういったことかというと、今現在、ちょっとね、動画の冒頭でもお伝えした、マイナンバーカードのこの通知カードを持ってる方ですね。もうこれを持ってる方に向けて言ってるようなもんなんですけども、それをですね、このマイナンバーカードのカードタイプに申し込みをすることで、今月いっぱい、3月いっぱいであればマイナポイントの対象になるんですよね。なので、とりあえず、まだ通知カードを持ってる方は、今のうちにマイナンバーカードの申し込みをするっていうのが必須となります。なので、ここにも出てる通り、2021年3月末までにマイナンバーカードを申請した方が対象ですということですので、まあ、ちょっとこの手続きが面倒だなっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけども、それさえすればこのカードを使っていろんな手続きとかもかなりね楽にはなると思いますんで、そのついでにぜひマイナポイントもゲットしていただければと思います。ってことで4つ目のマイナポイント 25% 付与についてでした。次5つ目は健康保険証ということで、まあ、こちらに関してはね少し前に動画で解説をしてるんですけども、このマイナンバーカードがですね健康保険証として利用できるようになりますということで、一応ですね2021年3月予定ということで、まあ、ちょくちょくネットのニュースとかでも見かける方も中にはいらっしゃるかと思います。で、健康保険証としていきなり使えるっていうわけではなくて、一応順番があるみたいです。今はマイナポータルから利用の申し込みの受付を行ってて、で2021年3月から医療機関とか薬局で順次マイナンバーカードの健康保険証利用が可能にということですので、全部が全部の場所でとりあえず使えるっていうわけではなさそうです。ですけども、おそらく今ぐらいの段階から使える場所も増えてるのかなと思います。で2021年3月からマイナポータルで薬剤情報とか医療費情報の閲覧が可能になったりとか、そして2021年分の所得税の確定申告から確定申告における医療費控除の手続きでマイナポータルを通じて医療費情報を自動入力することが可能にということで、ここもまた便利がいいですよね。なのでわざわざその過去の情報から遡っていついつどれぐらい使ったかを、まあ、計算せずね、これ見る限りは結構サクッと確定申告ができるような感じには見えそうですよね。で、ちょっと前にですね、僕の動画でマイナンバーカードプラス健康保険証3分でできますということで、こんな風に申し込みの手続きを行うのかっていうのをですね、動画で解説をしてますんで、ぜひですね、こちらも見ていただければと思います。概要欄にリンク貼ってます。ってことで、5つ目の健康保険証についてでした。で、最後6つ目なんですけども、運転免許証と一体型になるかもということで、これもね、ちらほらとニュースとかで見かける方いらっしゃると思います。そうなんですよ。この運転免許証と、今お伝えしたこのマイナンバーカード。年度末の一体化実現を目標という風にちょっと噂はされてるんですよね。まあ噂というよりかは、これ警察庁の資料よりちょっと引用させていただいたんですが、マイナンバーカードに運転免許情報を一体化する場合のイメージということで、今出てるような運転免許証とマイナンバーカードですね。これをマイナンバーカードに一緒にするようなんか実現を図ってるみたいで、ここのチップのところですね。で、一体化した場合のまあ良くなる点として、例えばその住所変更をするときに市区町村の窓口に行って、マイナンバーカードの住所変更をさえする
すれば警察署への届け出が不要ということで、まあ運転免許証を持ってる方であればわかると思うんですけども、毎回ね引っ越しとかをされた場合、運転免許証の書き換えっていうんですかね、そういったのが必要とはなるんですけども、そういったのが省くことができるということになるので、まあ僕もね何度か住所変更の手続きやったことあるんですけども、意外とね手間かかったりはするので、まあ一体化になった場合はまあそこら辺の手間が省けるということになりますね。ですけどもやっぱりね、このマイナンバーカードと運転免許証が一体になるのは意外とこう賛否両論ありそうな気がしますね。やっぱりそのちょくちょくねコメントでもいただいてたんですけども、紛失した時のリスクとか、まあそういったことを考えるとやっぱり2つあった方がいいのかなとか、まあそういったことも考えられるので、まあそれに関してはねぜひ皆さんのコメントいただければと思います。ということで本日お伝えしたことまとめです。マイナンバーカードを持って便利な6つのことということで、本人確認書類として使えたりですとか、コンビニで各種の証明書をいろんなのを発行することができると、まあ住民票とかができますよと、あとはオンラインで確定申告するときとかでも便利がいいですよと、あとはまあちょっとね今現在だけっていうのはあるんですけども、マイナポイントの申請するときにも使えますよと。でちょくちょくね始まってはいるんですけども、健康保険証としてマイナンバーカード使えますよと。ちょっとね先の方の話にはなるかなと思うんですけども、今後免許証と一体型になるかもしれないということについてでした。まあそんなこんなで今回はマイナンバーカードを持ってて便利な6つのことということについて、簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました。まあねほとんど今僕自身は本人確認書類として、まあ運転免許証をね提示することがほとんどなんですけども、やっぱりね先ほどもちょっとお伝えしたような証券口座とか、まあそういったのを開設するときにまあ提出することもあったりはするので、なんちゃかんじゃねやっぱマイナンバーカード必須な時っていうのはありますね。で他にもねおそらく動画内で僕がお伝えしきれなかったことも中にはあるかもしれないので、まあこういった方法が便利ですよとか、先ほどお伝えしたね免許証とマイナンバーカードが一体型になることについてのコメントなどいただければ嬉しいですということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。まあ、本日ね、かなりツイッター上で話題になってたんですけども、こちらスマートニュースっていうニュースアプリ皆さん使ってますでしょうか？まあ、ちょこちょこね、僕も利用させていただいてはいるんですけども、こちらがちょっとした今キャンペーンをやっておりまして、こちらのクーポンというタブをですね、タップしたら、画面が切り替わります。ここですね、お友達招待キャンペーンということで、先着15万名様となってるんですけども、今だと、ファミチキもしくはクリームたっぷり濃厚カスタードシューといういずれかをもらうことができます。まあ、実際にですねその画面を進むと今出てるような画面ですね、招待したお友達がスマートニュースをダウンロードするとあなたにもお友達にも無料クーポンプレゼントということで、まあクーポンがなくなり次第終了する可能性もあるので、まあこの動画もアップした段階でなくなってるかもしれないのでご了承いただければと思うんですが、もしですねまだこのスマートニュースのアプリダウンロードされてない方いらっしゃいましたら、こちらは僕の招待コードとなりますんで、ぜひですね使っていただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。招待コードに関してはこちら 10569 となってまして、この招待コードをここに入力していただければ大丈夫です。なのでね、もしすでにスマートニュースダウンロードされてる方がいらっしゃいましたら、その招待コードを、まあ、お友達とかご家族とかにも教えていただければ、ファミチキもしくはシュークリームのクーポンもらうことができますんで、試していただければと思います。一応ですね、スマートニュースの登録がまだの方いらっしゃいましたら、こちらも概要欄にリンク貼ってますんで、詳細気になる方ぜひチェックしてみてくださいということで、ありがとうございました。